寝る。おお、やっぱあるな、イベント。どこへ行くんだ。誰？アッシュ、どうしてここに。変装か。スピノザを探して。ちょっとな、お前こそこんなところで。バチカルへ行くんじゃないのか。知っていましたの。怯えてるなんてお前らしくない。私だってそうか。お前には何万というバチカルの市民が味方について。分かっています。なんだこれは。いつか俺たちが大人になったらこの国を変えよう。なんだこれは。お前主人公変わったぞ急に。貴族以外の人間も貧しい思いをしないように。死ぬまで一緒にいてこの国を。あれはお前が王女だから言った。生まれなんかどうでもいい。キザやな。俺も帰ろう。お、ルーティアが見てる。立ち聞きは良くないわ。お前も立ち聞きしとったけどな。聞こえちまったんだよ。それに声かけにくい雰囲気だ。そう。俺が生まれなかったらナタリアはアッシュと。あなたが生まれなかったらアッシュはルークとしてアクセリスで死んでいたわね。自分が生まれなかったらなんて仮定は無意味。あなたはあなただけの人生を生き、あなただけしか知らない体験、あなただけしか知らない感情。あなたはここにいる。ありがとう。めっちゃいいイベントやった。めっちゃいいイベントやったし、急に来たな。ごめんなさい、私気弱でしたわ。では、ええ、王女として。そう来ないとな。そう言ってくれると思って、今までの経過をインゴベルト陛下宛ての書状にしておく。外郭大地降下の問題点。問題点？何か。正気。そうか、そもそも外郭大地は正気から。正気に関してはベルケンドやシェリダンだけではなく、グランコクマの不術研究、それにユリアシティとも協力しなければ解決策は見つからないと思います。そうだ、まずはキムラスカとマルクトが手を組まない。行きましょう、バチカルへ。パッと行きますか。ナタリアの決心。外郭降下のこと陛下は理解してくれるかな。心配ですな。ルークもナタリアも危険を冒してまでバチカルに戻るのだもの。陛下も分かってくれるはずだわ。絶対理解させなきゃいけない。そうですわ、遠からず外郭大地は崩落してしまうのですから。無事に降下させるために両国とも今こそ手を取り合わなければ。その通りです。ナタリア、決心してくれてありがとう。私が今やらなければいけないことは生まれのことにとらわれることではありませんもの。覚悟を決めましたわ。ナタリア、偉いですの。ともかく世界の仕組みが変わるのです。これを受け入れていかなければ人々に未来はない。そうだね、戦争なんかしてる場合じゃないもんね。もはや過去の戦争の歴史にこだわっている場合ではありません。ああ、全くその通り。よし行こう、みんな。ああいいチャット。もうなんかほんと終わる？もうこれで終わっちゃうみたいな。もう最終決戦へ行こうみたいな。そんな感じのチャットだったな。けど？移動があるよね、もちろんね。通常通りの移動だな。国王に会いに行こう。さて、どうやって叔父上に会おう。そうですわね。正面から言っては不要な争いが起こってしまいますわ。大丈夫です、僕に任せてください。
僕の名を出せば兵士たちも通してくれると思います。正面から行きましょう。そうか、じゃあ頼むよ、イオン。お願いしますわ。同志の名にかけて必ずお二人をインゴベルト陛下のもとにお連れします。わ、イオン便利やな。お前最初からずっとおったらそうやって簡単にチューって行けたわ。闘技場、うわー、正面突破だー。イオン行けー。なんか明るいなー。ナタリア殿下、お戻りになるとは。覚悟はよろしい。私はローレダイ教団同志イオン、インゴベルト六世陛下に謁見を申し入れ、連れの者は等しく私の友人であり、ダートがその身柄を保証する方。無礼な振る舞いをすればダートはキムラスカに対し今後一切のスコアを読まないだろう。同志イオンのご命令。行きましょう。まずは国王を戦乱へとそそのかす者たちに厳しい処分を与え。ナタリア行こう。今度こそ叔父上を。ええ。早くモースをどうにかさ、モースを。てかあれなんかな、スコアってイオンしか読めないのかな。イオンしか読めんのやったらはははってなるかもしれんけど、誰でも読めるんやったら別にいらねえって言って、俺にいねえし。お父様、こんにちは。ナタリア飾ってんじゃん。ナタリア兵たちは何を。おじ上、ここに兵は必要ないはずです。ナタリアはあなたの娘。私の娘は当に。違う、ここにいるナタリアがあなたの娘だ。17年の記憶はそう言ってるはず。ルーク。お前の受け売り記憶。突然誰かに本当の娘じゃないって言われても、それまでの記憶は、親子の思い出は二人だけのも。そんなことは分かっている、分かっている。だったらいいのです、ルーク。お父様、いえ、陛下、私を罪人とおっしゃるならですが、どうかこれ以上。あなた方がどのような思惑でアクゼルスへ使者を送ったのか私は聞きません。知りたくもない。ですが私はピオニー旧姓陛下から和平の使者を、私に対する信をあなた方のために損なう。恐れながら陛下、年若い者に畳みかけられてはご自身の矜持が許さない。後日改めて陛下の意思を伺いた。ジェイド、兵を伏せられたらどうする。その時はこの町の市民が陛下の敵になるだけですよ。先だっての処刑騒ぎのようにね。しかもここには同志イオン、いくら大英士モースが控えていても同志の命が失われればダートがどう動くかを。私を脅すか、ネクロ。このネクロマンサーが周囲に一切の工作なくこのような場所へ飛び込んでくるとお思いです。この書状に今世界へ訪れようとしている危機についてまとめてあり、これを読んだ上で明日謁見の間にて改めて話をする。叔父上、失礼いたします。陛下。陛下、話わかるじゃん、聞いてくれたじゃん。これはもう寝れば大丈夫だな。陛下の答えは早く。あとは陛下次第ですね。時間を空けた方が揉めるんじゃないか。そうだよ、大英士がまた何か企んでくるよ絶対。でも陛下は迷ってらしたわ。ルークとナタリアの言葉きっと届いていると思う。陛下の中でもう答えは出ているでしょう。認めるためには後押しが必要なのですよ。そのために作った猶予です。悪い結果にはならないと思いますよ。世界に訪れている危機、それを分かってもらえればきっと。まあ明日には分かることです。今は信じてみましょう。ランバルディア王家の器量をね。さあ寝るぞ。どこに行くんだい。あと宿屋に行けばいいだろう。行けば次の日とかならんかな。
この労働中に。隣に兵士聞いてるけど大丈夫か。平家の、あ、陛下の一見。おじ上、きっと分かってくれるよな。本当になすべきこと、それが分からないお父様ではないはず。本当に民のこと、ナタリアのことを思っていれば必ず分かってくれるはずです。モースは出てくるかな。おそらく。もはやモースも関係ありません。何としても説得いたしますわ。ま、サイは投げられたのです。ともかく陛下にお会いしましょう。ええ、行きましょう。でもこれ今思ったら、これチャットとかなかったら結構すんなり済むんだろうな。パッパッパッ。明日もしもインゴベルト王が強行策に出てきたらど。いや、説得する。何としても戦え戦え。だが陛下が簡単に納得するかな。その時は私が城に残り説得します。命を。ナタリア、愚かでしたわ。アクゼルスや戦争の前線行き、苦しんでいる人々を助けることが。でもお父様のおそばで、お父様が誤った道に進むのをいさめることが私の。ナタリア、やっぱりあなたはこの国の。そうありたいと思います。そちらの書状、確かに目を通した。第六布石に読まれたスコアとそちらの主張は食い違うようだが。パッと言ってくれたね、ロードで。スコアはもう役に立ちません。俺、私が生まれたことでスコアは狂い始め。レプリカか。お父様、もはやスコアにすがっても繁栄は得られません。今こそ国を治める者の手腕が問われると。この時のために私たち王族がいるのでは。少なくともスコアにあぐらをかいて贅沢に暮らすことが王家の務めではないはずです。私に何をしろと。マルクトと平和条約を結び、外郭をクリホトへ下ろすことを許可していただきたいんです。なんということ。マルクト帝国は長年の敵国。そのようなことを申すとは、やはり売国ど。騙されてはなりませんぞ、陛下。キャツラ・マルクトに鼻薬でも嗅がされ、所詮は王家の血を引かぬ偽物のザレ言。もうそこのじじい三人はマジで。黙りなさい。決闘だけにこだわる愚か者。生まれながらの王女などいませんよ。そうあろうと努力した者だけが王女と呼ばれるに足る品格を得られ。ジェイドの言うような品性が私にある。でも私はお父様のおそばで17年間育てられました。その年月にかけて私は誇りを持って宣言し、私はこの国とお父様を愛するがゆえに、マルクトとの平和と大地の効果をの。よかろう。おじ上、ほっ。なりません、陛下。こやつらのザレ。黙れ。我が娘の言葉をザレ言などと愚弄するな。お父様。ナタリア、お前は私が忘れていた国を憂う気持ちを。お父様、私は王女でなかったことより、お父様の娘でないこと辛かった。確かにお前は私の血を引いてはいないかもしれん。お前が私を父と呼んでくれた瞬間のことは忘れ。お父様。いい話やん。よかったな。いや、まだまだこれからだぜ。もう一回親子のやり直しをするんだから。そうですわね。何も知らなかった頃には戻れま。モース様はどうし。ダートに引き上げたようですね。ひとまず動くことは。ダートに。よし、モースが横槍を入れないうちに話を。じゃあ次はマルク。よかったね。
ナタリア。ナタリア、よかったね。よかったですもん。十数年も同じ時を過ごしたんですもの。もう血のつながりなんて関係ないはずよ。ありがとう。認めてもらうことがこれほど嬉しいことだなんて、私初めて知りましたわ。これから陛下と改めてその認識を深めていけばいいよ。ほんとよかった。そうだな、叔父上、ナタリアを受け入れてくれてから戦争が起こる前の人柄に戻ったような感じがしたよ。そうですわね。でも事実を知ってしまった以上、あの頃と同じように接することはできないと思います。先ほどのガイの話の通り、私たちはこれからが重要なのですわ。そうだね。でもゆっくりやっていけばいいよ。もう大英氏が王様に変なこと吹き込む隙もなくなったしね。そうね、キムラスカはもう安心だと思うわ。そうだといいんだがな。ん？ガイ、なんて？いや、なんでもないよ。次はマルクトなんだろ。グランコクマに行こうぜ。まあ、行こう。パッと行きますか？で、結構移動が多いな。移動こんなに多かったっけな。全然そんなイメージないな。移動ばっかり、移動してばっかりやな。もう戦闘全然ないし。動画見てくれた？お、見た見た。お、見た？うん、見た。チャンネル登録をした？うん、したしたした。おお。あ、ってことはもう動画を見てくれた皆さんもチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。